監督と脚本の里山と申します。ご覧いただきましてありがとうございました。メイン小劇場さんはですね、実は私10年前にデビュー映画が、こちらでかかりましてですね、吉行和子さんと宝田明さん主演のサンサンという映画がこちらでかかったんですけれども、それ以来10年ぶりにこうやって、登壇することができました。本当に、そしてメインさんの休館になる最後の日本映画のプログラムが茶飲み友達ということで、非常に光栄に思っております。今日はよろしくお願いいたします。こんにちは、三崎美玲穂と申します。ギャンブル依存症で、パチンコ狂いの佳代を演じさせていただきました。私名古屋出身で、1988年にこちらの舞台に立たせていただきました。まだ喫茶店が1階にございまして、そしてこのように同じようなキャットウォークがありまして、ここのまさにこの劇場で立たせていただきました。思い出深く私にとりましてもとてもターニングポイントになった作品でして、で今回この休館前に最後の作品としてこちらに連れてきていただいて、本当に監督にも感謝申し上げます。ありがとうございました。で皆様本当に今日は映画見終わっていろいろなことを考えていらっしゃると思いますけれども、短い時間ではございますがお話に付き合っていただければと思います。本日はよろしくお願いいたします。皆様こんにちは、くすべともこと申します。映画の中では、ちょっと病気になってどうしようとか面白いところというか、みんなの後ろでいろんなことをちょろちょろしている花子という役をやらせていただきました。どうぞよろしくお願いします。で私も名古屋の出身でして、この近くの三園小学校、丸の内中学校という中区のこの辺りをうろうろしておりました。で小さい時は少しお芝居をやってたんですけれども、もういろいろ忙しくて離れてしまって、50を超えてからまたお芝居をやるようになりました。で名古屋にはちょっと朗読で通っていたりとかしてて、まだまだご縁が切れていない懐かしい場所です。でお友達からもその名演小劇さん3月までだよってお聞きしてたので、ここで皆様とご一緒できて上映していただけてとても嬉しいなと思っています。本日は最後までよろしくお願いいたします。こんにちは、長島優子と申します。映画の中では喫茶店でお客さんと最初にお会いした時にもっと若いのがいいなって言われて、なんかちょっとショックを受けてる役なんですけど私はこの二人とは違って名古屋は全然出身でもないし育ったこともないし関係ないんですけども、皆さん BE:FIRST ってご存知ですか？メンバー3人名古屋出身の方がいて、その中の一人がもうすごい推しなんで、今日は彼の出身地を見たいと思って飛んでまいりました。今日は最後までよろしくお願いいたします。まさかの推しのために名古屋までやってきたというね、長島さんでございますけど、はい、やっぱパワフルですよ。そうですね、はい、今回なれそめも含めてちょっと話いただければと思うんですけど、ワークショップで映画を作っていくっていう流れの企画なんですけど、まず成り立ちからなんですけれども、映画そのものを作ろうと思ったところから少しお話をさせていただきます。先ほどお伝えしたサンサンというですね、高齢者が婚活をする映画を2013年の11月にですね、私は発表しまして、それは時代を少しリードする作品になればいいなというふうに思っていたんですけれども、1ヶ月前にですね、産業広告に茶飲み友達募集と記事を掲載して、東京で集まってきた東京の高齢者に売春を斡旋して摘発されたという事件があって、それが会員が1350人いたんですよね。で、映画の方よりも現実の方がはるか先を行ってるんだなという、
ショックを受けたんですけれども、同時に、私はその高齢者の問題をずっと取ってきた中で、そのシニアの孤独死であったり行き場がない高齢者であったりっていう問題に対してどう問題を解決していけばいいんだろうかっていうことをずっとこれまっすぐ真面目に考えていったんですけれども、この1350人が摘発後自分の憩いの場がなくなってしまう、この人たちどこに行ってしまうんだろうっていうところに非常に思いを馳せましてですね、何かこう正義感を揺さぶられたというか、何が正しいんだろうかっていうことに行き詰まったんですよね。で、まあ、この揺らぎみたいなことをいつかメッセージとして映画にしたいなと思っていたっていうことがそもそもの始まりです、はい、それが2013年ですかね、はい。で、その後私は若いカップルを題材にしたソワレという映画を撮ったり、若者を取り出したんですけれども、はい、2020年にコロナに、まあ、世の中がなってしまって、映画界全体が止まってしまったんですよね、はい、なのでその時に、私も映画を撮り続けていかなければいけないし、役者も演じ続けていかなきゃいけない、そういう場所が欲しいということで、ワークショップをして映画を作るシネマプロジェクトという、ものに挑戦をさせてくれというふうに申し出たというところが出発点です、はい、でその、はい、まあ、かなり100名以上の方が、まあ、はい、あのワークショップにも参加していただいたんですけども、そのまあ半数近くがシニアの方ですけども、まあ、今日はたまたまそのシニアの皆さんが、ゲストで来ていただいたんですけども、うん、そのシニアの方々に関する印象みたいなのどうでしたか、ワークショップおよび撮影の中で、はい、いや、まあパワフルでしたよ。世の中に出ていきたい若者ってのはたくさんいるだろうと思ってたんですけども、シニア募集と歌ってシニアが果たして本当に来てくれるのかっていうのは本当に不安なところだったんですけども、いや本当そうですよね、書類が届くたびにああこんないっぱい来るんだと思いましたね、うん、そうですね、はい、まあこれから世に出ようとか、あるいはもっと活動アクティブに活動していきたいって思ってらっしゃるシニアの方実はたくさんいらっしゃって、はい、そのエネルギーみたいなものを間近に受けて非常に新鮮でしたね。そうですね、美咲さんあたりはどうですか、まあ、結構やっぱりこう映画っていうとやっぱり若い人が主役みたいなものが多いじゃないですか、はい、作品として、はい、で、まあ、今回のこの映画は、まあ、ある意味こう若者を見ればシニアの人たちも焦点を当てた映画だと思うんですけども、そのあたりこう参加してみてなんか自分のこう気持ちはなんかどうなったとかなんかありますか、はい、他の本当に映画では脇に回ることが多くて、まあ、おばあちゃんとして座っているっていう役が多かったんですけれども、こちらはシニアの方がちゃんと前に出て、まあ、群像劇でもあるんですけれども、それぞれにちゃんと自分の立ち位置があって何かを表現していかなければいけないということで、とても大きなチャンスを得られたと思ってます。本当にありがたかったです。はい、どうですか、同じような感じですけど、はい、そうですね、いろんな募集とかを見ても、まあ、20代女性30代女性っていうのが多くて、もう50、60になってくるとその枠にも入らないっていうのが多かったんですけれども、茶飲み友達は60歳以上ふるってご応募くださいって書いてあって、もうその広告を見て東京まで飛んできました。そうですね、私の場合は知り合いがこういう映画があって年配の役者さん募集してるよって友達が知らせてくれて、でも映画は割と舞台を主にやっていたもので映画の経験があんまりなかったんで、なんかすごくギリギリまで悩んでて、最終日に書類を送ってあれよあれよで出させていただいて本当にありがたいんですけれども、お稽古っていうか入りましたらば年配の同じような年配の方々が本当にたくさんいて、現場はものすごく楽しい。本当は待ち時間とか、あ、嫌だな早く始まんないかなっ
って普通思っちゃうと思うんですけども、待ち時間が楽しいという撮影現場でして、本当にありがとうございました。いや、なんか機械室もね、こう一軒家みたいなところのリビングみたいなところで、そうですね、お菓子広げてみたいな感じでしたよね。はい、あのインスタグラムを教えてくれっていうシニアがいたりですね、あの人生相談をシニアの方にしたりとか、そういったあの世代をまたいだ交流っていうのも魅力の現場でしたし、でもどちらも特別扱いしない良さっていうのが実はあったと思いますね。あの、はい、シニアだからといってこう なんていうんですかね、若者はどう接したらいいんだろうみたいなことを、遠慮みたいなことを一切排してですね、同じこう仲間としてという家族として、接してみるということ、はい、シニアの方の遠慮はまあなかったですけれどもあんまりねでもまあそういったあのアットホームな現場だったと思います。そうですね、まあ、撮影はあの12月っていう、まあ、割とこう冬の真ん中ぐらいでしたけど、はい、あれもねコロナで伸びたっていうことがあって、そうですね、でやっぱそのあの2021年の方、本当は9月に撮影を予定してたんですけども、やはりまあオリンピック後ぐらいでこうコロナもやっぱり盛り上がってましてですね、うん、このままではやっぱりロケ地を探すとかいろんなことが困難だなってことで12月に延期したんですけど、はい、まあ、それがプラスになったことも結構ありますよね、そういう意味で。そうですね、我々実際撮影が止まってしまったんですけれども、止まってじゃあ年末にもう一回やりましょうって言った中で、この間をどう過ごすのかみたいなことを非常に悩んだんですけれども、例えばクラウドファンディングをしてサポーターを集めてみようといったところで、ちょうどね、美咲さんも長島さんも一緒に若者と一緒にチラシを劇場で配っていただいたりというですね、あのことをしていただいたりですね、くすべさんも大阪で、あ、大阪が拠点なんですけれども、大阪で一生懸命こう、あのこういった映画をこれから作るんだけどっていったところで、あの広めていただいたおかげで、はい、サポーターが800人に、776人かな、はい、映画が始まる前にこんだけ集まるってなかなかないんですよね。みんな出来上がった映画に対して応援してあげようとか、一つこう力になってあげようってこうジャッジするのがクラウドファンディングなんですけれども、これから始めますって言った時点でもう700人以上のサポーターがいらっしゃったっていうのは、あの我々がお休みの時期、休まざるを得なくなった時期に、なんか一生懸命声を上げてこんな映画があるんですって言ったものが一つ結果になったのかなというふうに思います。でまたこうやっぱこの映画の雰囲気に、この秋口のまだ夏が残ってる感じよりもこの冬に撮った方が良かったような僕は気がするんですけど、どうですか。そ, そうですね、あの人のぬくもりとかね、はいはい、あのハロゲンヒーターの温かみとか、渡辺哲さんが寒い寒いって言って布団の中に、あれもアドリブなんですよね、台本なくて。ただまあ寒かったんでしょうね。そうですよね。あの多分あのキャストの皆さんは寒いところもなかったですか、外のシーンとかいろいろ。いやでもなんかあったかかったっすよね。パチンコ屋の前とかもう相当寒くなかったですかね、あれ。大丈夫でした。ただ朝早かったのでちょっと最初ぼーっとしてました。朝が弱い。そうですね。パチンコ屋さんのオープン前に撮らなきゃいけなかったんで、はい、あの早朝から準備して大変でしたよね、そういう意味では。朝日がキラキラしてきて本当に楽しかったです。はい。はい、くすべさんとかなんか大変だったこととか思い出あります？私は、はい、あの撮影はあそこの事務所の中ばっかりだったので、そんなに寒い思いもしなくて済んだんですけれども、まあ、やっぱり大阪から通うのは大変といえば大変なんですけれども、もうすごくウキウキ楽しい時間で、往復する新幹線一睡もしませんでした。全て、はい、あれしてこれしてとかお友達に連絡したりとか、そんな時間にしておりました。でもあのくすべさんはあの普段はあの、まあ、ちゃんとしたお仕事って言ったらないですけどさんからしたらスケジュールが大変ですよね。肩着のお仕事がある。肩着のお仕事をやってる、はいはい、私も
外のシーンはなかったので、その寒かったなとかそういう経験はないんですけど、12月暮れの29日ぐらいまでやってました。そう、30日までやりましたよ。やってましたね、はい、ああ今年の年越しはなんかこれで終わるんだみたいなそんな感じでしたけど、あとは撮影は営業中のラブホテルをお借りして撮影をしたんですけれども、あの私たちのが終わった時に帰るんで出てきたら、入り口でシニアのカップルが実際にお部屋を選んでらしたのにお会いして、中高年の方が結構多いんだっていうのは伺っていたんですけど、そうですね、そうなんだって実感一致しました。はい、いやまあこの高齢者の性の問題っていうのはなかなか表に出ていかない話だと思うんですけど、そうですね、はい、ただ本当に世の中にあって、統計でいうと、はい、70代以上の男性の30% ぐらいはまだ月に一度のスキンシップを持たれているというようなデータも出ていますし、女性も 10% ぐらい下がるんですけれども、そういったものがあるという中で、ただまあ一歩我々の暮らしの中ではタブーになっている、ポイントだと思うんですよね。なんかそういったものがただ、高齢化社会を迎えるというか、まあ、人生100年を迎えると言われる時代の中で当たり前のように語られていくっていうことが、はい、まあ、大事だろうと思います。もはやタブーではないというかね、なんかそういったものがこの映画を一つきっかけにして、はい、広く認知していただきたいなというふうに思いますし、ね、まあまあ、とはいえこの売春組織みたいなところの、まあ、いわゆる設定での映画ではありますけれども、まあ、いわゆるその性のところではなくて、はい、まあ、例えば孤独であるとか閉塞感であるとかいうようなところがね、多分監督としては伝えたいところだと思うんですよね、はい、なんかこう私もこの事件を最初聞いた時に1350人なんだのみたいなところでショックを受けたんですけれども、なんだろう、こう物語を作るっていうのはなんかこう一人一人の人間を見つめていくことなんですよね。シニアを一括りに記号として扱わないというか、シニアの問題とか、うん、高齢化社会の問題って言ったって、ね、一人一人生きてる環境も違うし抱えてる問題も違うということで、はい、なんかその一人一人を見つめていくっていうのが映画の役割だと思いますし、今回のこの3人の設定も一人一人違うし、その他集まってくるガールズ、ティーガールズっていうガールズの皆さんも一人一人事情が違うんですよね。それをまあひとまとめにして、例えば法律で救えるのかとか、町のサービスでそういうのを救済できるのかっていうと、なかなか難しいところもあるんじゃないかなっていうところで、ね、なんかこう一人一人生きてるっていうことを、うん、丁寧に描いていくたつもりではありますけどね、はい、今聞きたいのは結構話題になってくださってるんです、この映画。東京で1巻だけでやってますってちょうど20日前に我々舞台挨拶で言ったんですけれども、20日間で42巻まで増えたんですよね。ありがとうございます。この話題になっている意味みたいなこと、あるいは手応えみたいなことがもしあればなんか聞きたいんですけど、家族って何だろう、家族じゃないって何だろうっていうのをいろいろ考えたっていう知り合いは多かったですね。あと、まあ、寂しさっていうのは、うん、人によって違うと思うんですけれども、私なんかも寂しくはないって自分で突っ張る方なんですね。で、役の中でも他のティーガールの方たちが寄り添ってる中で、私は一人っていう割に立ち位置があったものですから、そういうところが、なんだろう、寂しいっていうのは一体どういうことなのかなっていうのは改めて考えました。
ご覧いただいたお友達とかからのメッセージだと、男性の方はやっぱり男って弱いんかなみたいなメッセージをいただいた方もいますし、若い方だと家族とか母親との関係をまた考え直しましたっていうようなものもいただきましたし、やっぱり年代によって受け取るものが違うし、その人その人が登場人物のどこに自分をこうシンクロさせていくかっていうので目線とか感じるものが違うので、なんか何回か見直して、今日はこの人の視線で見てみよう、今日はこの人の目線で見てみようみたいな繰り返し見て味わっていただいても楽しい、を噛みしめるといろんなものが出てくる映画じゃないかなっていうふうに思います。いろんな問題、それぞれの方々が考えさせる問題があると思うんですね。私の友人の娘さんが子供をしっかり育てようと思ったってそういう感想をくださったんですけれども、ああそうなんだ、まあ人それぞれいろんな考え方があると思いますけども、いろんなふうにこの映画を見て考えてくださったら嬉しいなって思ってます。今日はありがとうございました。実はどうも、ご来場ありがとうございました。ご覧いただきます。